今日のゲストはトータルビューティープロデューサーの後藤美穂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もともと美穂さんと私1年ぐらいね前に、初めて出会いまして、はい、で女子会、女子ビジネス女子会みたいなものでね、はい、お昼のランチ会でしたね。クリスマス近くのこれですね、ちょうどこの時期でしたよね。この時期でしたね。寒かったもんね。で、あの席がたまたま一緒の席になってですね、飯交換して、はい、でその後、まあ、しばらく経って春ぐらいですかね、あのそのビジネスの女子会の中の一人の、そうですね、このリオンちゃんのところのね、はい、ロハスタイルさん、はい、ロハスタイル、あれ、ロハスタイルさんのランチ会でともちゃんと一緒にお誘ってですね、うん、私がね、で美穂さんもその時に参加されてて、 その時ともちゃんと美穂さんが知り合った感じ、ね、はい、そうですね。そこからともちゃんと美穂さんの方が仲良くなっちゃった。あ、なんか、一回ランチしましたよね。私もお誘いして。一回だったっけ？二回来ましたね。で、なんかイベントも夜に、ちーちゃんのイベントとか出てきました。あ、そうそう。イベントも行ったね。そう、はいはい、そんな感じで。でも Facebook ではね、いつもこう、いいねとかお世話になってて、うんね、いつも、はい。久しぶりですもんね、お会いするのね。そうですよね。うん、それ以外じゃない、そのロハ。それ2月の、ビジネス女子会でもやってません？2月あのコメルさんでやったやつ、あお昼のランチ会、え、そうだっけ、あったかな、あった気がする。でもその後にロハスタイルさん、そうですね、リオンちゃんとでしょ、うん、それからってないじゃない、うん、半年以上、そうですね、半年以上でもなんか Facebook とかでも見てるから、うん、あんま会ってないかもしれないけど、まあね、そうですね、お互いのね活動、うん、そう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 、なんかこうやってやってるなみたいなね、うん、それはありますね、ありますね、うん、でね、ゲストに来ていただくまで結構長い道のりだった気がするけど日程がいろいろ日程がいろいろとね、うん、そうですかね、はい、今日はよろしくお願いします、お願いします、ね、最近はどんな活動をされてるんですか？最近はそうですね、私はもともとファッションの専門学校に出て、うん、その洋服デザイナーとして企業に勤めてたんですけれども、うん、まあ、そこから、まあ、デザインの会社はまあ、出まして、うん、で個人の方向けのファッションコーディネート、トータルのをやってはいるんですけども、うん、女の人ってやっぱりお洋服が変わっただけでは満足しきれないみたいな感じであるじゃないですか、うん、なので、まあ、そこから、まあ、トータル的に、まあ、美のプロデュースというか、うん、お役に立てていけたらなということで、うん、活動をちょっと始めております、うんうんうん、もともと私があの一番最初に名刺交換させていただいた時は、はい、今のお仕事じゃなくて別のこととかもね、カラーのカラーセラピー、カラーセラピーも、うん、そうですね、その一つとして勉強してやってましたね、はい、やってます、うん、今もやってますけど、いろいろとやってきたことが、はい、こうトータル的に生かされてる今は、そのお仕事っていうことね、プロデューサーですもんね、そうですね、なんかこうパズルのピースを一個ずつこう、うん、自分の中でもこう、うん、はめ込んでってる感じですね、うん、これ今が自分がやりたかったっていうところに行き着いた感じですか、うん、まあ、行き着こうとしてる感じですね、うん、なるほど、どんどんそうですね、そうですね、これからどんどん、うん、はい、進化系、進化中、うん、なるほどね、なんか前にいろいろ聞いて、あのファッションのそのなんだっけ、お客様と一緒に買い物に行ってショッピングで、はい、そういったことも、うん、やってます、それはお客様の好みに合わせて、うん、そうですね、好みプラス、うん、なんかこういう風になりたいんだよねっていう変身願望をお聞きして、普段はこういう格好だけどもうちょっとこういう格好がしたいとか、逆に自分ではいつも同じ服を選んでしまうので、うんうん、第三者から見て私どういう服が似合いますみたいな、知りたいね、いう感じで新しいご提案をさせていただいて、うん、最初こんなの着れないですってなってるんですけど、うん、試着するうちに、うん、あ、いいかもみたいになって、うん、まあ、客観的にね、うん、そうなんですよね、うん、だから新たな自分に慣れるって言ったら変ですけど、うん、やっぱり女性って変身願望が常にあるんじゃないですか、うんうん、そういった声にお答えで、髪型なんかもアドバイスされるんですか、じゃあ。そうですね、髪型、まあ、プロではないので、うん、ヘアメイクに関しては、うん、まあ、お洋服に合わせてとかこういうイメージになりたいんだよねっていうのを合わせて、うん、これでいかがですかっていう感じでご説明したりとか、じゃあブランドとかもそのやっぱり好みとかあるじゃないですか、そうです、ね、ここで買うとかこの店が好きとか、そこもちょっと冒険してみないっていうふうで提案をしてみたい、はいはい、どうですか、こう一緒に行ってこうすぐ決まるものですか、ね、
人によりますよね、うん、悩む。決まるときは一つのお店で全部コーディネートできちゃうたりとかをするんですけど、お客様にもよって一通り見て、あっちでもないこっちでもないっていう感じで、こう客観的に見て、あこの人きっとこれが好きなんだろうなって分かるんですよね。でもこう最後のこのプッシュが欲しいみたいないう感じで、なかなかその最後の一歩っていうか冒険しきれないっていう方もいますし、なんか私はもうこうお店の人がこっちの方がいいって言われたら、最後迷ってた時にこうやっぱこっちの方が似合いますよって言われたら、あじゃあそっちだなっていう思うじゃないですか。だからそういうふうにこう言ってくれる人ってのはね、欲しいとはもう分かる、ありますよね。で決めちゃうともうすごい気に入っちゃって、あやっぱり私こっちでよかったみたいな、冒険してみてよかったみたいな感じにもなりますし、やっぱりこうなんか今までと違う変化とか進化とか冒険とか、そういうやっぱり気持ちってね、忘れずにいつまでも、からまた洋服の好みも変わって、変わるし、洋服だけじゃなくて、その美に対する欲っていうか、どこまでも、ねまあでね、終わりがない、美意識が終わりがない、目覚めちゃったらね、いっちゃいますよね。目覚めさせてくれるの、じゃあ美穂ちゃん、あ、目覚めさせます。いいですね。でもやっぱりあれだよね、なんかそういうお仕事とか一生懸命されてても、なかなか自分のこのファッションとかに、こうそこにエネルギーを注げないようなキャリアウーマンの人とかね、いたりするけど、お金は持ってて、でもちょっと誰かに全部見立ててほしいみたいな人なんて、すごいお任せしちゃっていい感じだよね。そうですね、本当にそんな感じです、だからこう、やらなきゃいけないの分かってるけど、何から手をつけていいか分からないんだよねっていう方もいらっしゃって、今そういう方からお声もいただいていて、すべてをもうプロデュースっていうかして、楽しいよね。それってすごい自分の手腕が試されるけど、なんかこの人を私の手で変えるっていうワクワク感ありますよね。ありますあります。ね、でご本人も変わっていくワクワク感があるだろうし、きっと女の人ってこうきっかけのスイッチっていっぱいあると思うんですよ。お洋服変わっても変わるし、例えばネイル一つ変えるだけでも B のスイッチが入るし、ね、美容院行った帰りはなんかワクワクするしみたいな感じで、その B の どこかのスイッチを押して。なんかこうどんどん美しくなっていってほしいなっていう、しかも美穂さんは外見だけじゃなくていろいろトータルサポートされるんですよね。なんか内面的な、そうカラーセラピーっていうのもあるし、心もあるし、ね、インナービューティーっていうところから食事のアドバイスとか、はい、最近いろいろね、イベントもされてて、そうですね、今何やってるんですか。今日はあのビューティー朝活っていうのをやってまして、Facebook でアップしてるんですけど、今日もやってきたんですけど、スムージー、今日はそうですね、グリーンスムージーを、のお話をさせていただいて、最後に目の前で作って皆さんで飲んで、作り方も教えてくれる。そうですね、まあ、簡単なんですけどね、それってフェイスブックで募集するんですか、イベントとして。イベントそうです、はい、イベントをトピック立ってて、なんかどんな方が参加されるんです。そうですね、やはりこう美意識の高い方っていうか興味ある方が、朝だから主婦の人とかもいらっしゃるんですか。そうですね、主婦の方とか、まあ、自分でお仕事されて平日の方が結構ね、融通が利く人で、何時からでしたっけ。9時半からで、9時半から何時まで。そこまでは朝早くない。2時間で、まあ、後半30分ぐらいはご参加された方同士のつながりも大事にしていきたいなと思ってるので、まあ、交流会というか、そういうつながりも、まあ、誰でも参加できるよっていうイベントなわけですかね。そうですね、まあ、女性限定になりますけど、それは週に何回でしたっけ。なんか月2回です。月2回ね、今のところは、場所は、場所はまあ自宅、まあ、兼サロンっていうほどでもないですけど、まあ、自宅でどちらですか。東別院徒歩2分です、ね、ああなるほど、便利な、まあ、駅から近いっていうのは誰でも行けますもんね。そうだね、あ、そうだ、言っていいのこれ。名古屋にね、引っ越してきたのよ。そうですね、いつだっけ、10月の頭に、はい、ご自宅、実家だったんですか。はい、トヨタ市なんですけど、便利、やっぱり便利、違う、やっぱり違う、名古屋の暮らし、名古屋中心に近いもんね。そうですね、初めてではないんですけど、名古屋暮らしは、久々の3年ぶりの名古屋暮らしは、まず終電を気にしなくてよくなったっていう、最悪から出られるぞっていう、そこがもう、はい、そっか、そっか、そうだね。飲むの好きなんですか、美穂さん。飲むっていうよりもその場が好きですね。みんなでこうね、ワイワイ楽しく過ごす時間が好きなので、まあでもこれからもいろいろほら
コラボとかね、お仕事そうですね、なんか何でもできるっていうかね、いろんなお話があったらそうですね、まあ、こう楽しんで選んでいきたいなみたいな感じ で、うんうんうん、ですね、特に女性を美しくさせるような、はい、まあ、何かのジャンル分野の方たちだったら、はいはい、もういつも声かけていただきたいみたいな、そうですね、はい、もうお互いにやっぱりこう高め合って、うん、何かしらこうエネルギーを、うんうんうん、与えられるような、うん、はい、そうですね、で今なんか決まってたりとか、コラボ決まってたりするんですか？あ、日にちはまだ決まってないんですけど、うん、今日ちょうどお話ししていて3月にですね、うん、ディーランジュエリーを直輸入で扱っていらっしゃる方、うん、はい、すごいハイクラスのジュエリーなんですけども、はい、そのジュエリーと、はい、ハイクラスです、うん、ファッションと、本当に大人の女性向けの、うん、そこに美味しいランチとかもね、うん、加えてね、うんうん、ちょっとホテルのスイートルームとかできれば貸し切り借りて、うん、人数とかちょっと分からないんですけれども、うん、本当にこう、まあ、ややこう 非日常的なっていうか、うん、こうラグジュアリーな気持ちに慣れて美しくなれてっていうイベントをやりました。いつぐらいの予定ですか？3月ですね。3月、春のね、はい、いい時期ですよね。そうですね、露出もちょっと増えてきつつ、そうですね、うん、そこでラグジュアリーな、そのはい、素敵な宝石をつけて、つけて、はい、もう女性はいつからでもこう変われるんだと、なんか気分変わるよね、すごいキラキラつけるとね、そうですね、うん、はい、そういうなんかね、綺麗になるきっかけのスイッチの一つになればいいかな、そうですね、いろんな人、ね、方とコラボってね、うん、なんか前はメイクの、あ、そうです、メイクのできること、うん、メイクとファッションのコラボのイベントも、それ秋、9月ですかね、うん、そういうのもフェイスブックでね、つながっていただければいいですよね、いろいろとね、そうですね、共感していただける女性の、うんうん、女性限定ですか、そのまあ一緒にお仕事したいのも女性、そうですね、参加される方も女性っていう、そうですね、まあ、一緒にお仕事される方も男性でもいいですけれども、まあそのね、女性を美しく綺麗にしていきたいっていう思いが、うん、うん、一緒であれば、うんうん、綺麗な女性が好きなのね、にでも綺麗な方が綺麗な方が良くないですか？まあそれはね、綺麗な、そうですよね、すべてこうね、綺麗なというか、なんかこう内面から出る、うん、なんか自信につながるじゃないですか、うん、やっぱりこうどっちからでもいいですよね、アプローチはね、そうですね、内面からでもいいし、うん、こうお洋服からとかでもいいし、そうですね、うん、こう自信に満ちてるキラキラ輝いた女性に自分もなりたいし、うん、皆さんにもなっていただきたいので、うん、それに関しても私は美というところからこうサポートし、アプローチサポート、はい、いいですね、じゃあまたね、つながっていただけるといいですね、いろんなところで美穂さんの宣伝もしますので、このフェイスブックページの方でありがとうございます、ぜひ皆さんのお声をかけてください、フェイスブックページの方でもよろしい、はい、いいですのでね、はい、はい、今日はありがとうございました、ありがとうございました。